田沢義雄は山形県出身のプロ野球選手である。鶴岡工業高校では、エースとして1954年夏の甲子園、予選東北大会で決勝に進出するが、福島省に敗退し甲子園出場を一する。卒業後の1955年に南海ホークスに入団。同期には、広瀬義則、一期上には、野村和也、皆川睦つがいた。 二年目の1956年には15勝を挙げるなどを先発ローテーションの一角として活躍した。1957年6月24日の対近鉄パールス戦では9回西まで無安打無得点に抑えたもののノーヒットノーラン達成まであと一人の場面で滝田誠二に初安打を許し阻止されている。1959年は2勝に終わるが、 読売ジャイアンツとの日本シリーズでは第2戦に先発。しかし早々に打ち込まれ2回に降板した。1961年も先発として起用され発祥を記して復活したと思われた。しかし肩を壊したため1963年には登板機会がなくなり27歳で現役引退。直球とシュートを武器としていた。引退後は野球界を離れ、 鶴岡和人監督の紹介で、早川電気工業に就職。定年退職後は、少年野球のヤオフレンドのヘッドコーチを務めていた。2008年1月25日、急性心筋梗塞のため、大阪府藤井寺市の自宅で死去、71歳を打つ。記録メモパリーグ公式サイト、ホークスの歩み。 福岡ソフトバンクホークス、https コロンスラッシュスラッシュ www.softbankhawks.co.jp スラッシュ ocms スラッシュ pc スラッシュチームスラッシュヒストリースラッシュ vo l07.html 2020年4月4日閲覧元南海投手、田沢義しさん死去。スポニチスパニッキーアネックス野球。 2020年12月11日閲覧。ありがとうございます。